正直今だから言えるけど、うん、俺は嫌だった。我慢してましたけど、うん、ガン泣きしましたよ。あの感じがあって道だから、はい、余計なんかグッときちゃって。はい、というわけで、本日のすなちゃん TV、スペシャルゲスト、マキさんに来ていただきました、はい、ありがとうございます。マキさん、ありがとうございます。いつぶりだろう、マキさん、まっちゃん、うっさんと3人とご飯食べてる時に高弘が来て、うん、最後にあつしさんのバラード歌いたいですって言って聞かせて歌おうってなった時だから2020年だかもしれない。うわー、飯食ったの、あれね、うん、楽しかったね。楽しかったね。そうそうそう、ちょっと久しぶりだね。お久しぶりでございます。いや、あ、それで全然関係ないんですけど、今日、うんうん、これ実は僕法務省の矯正支援官という仕事をしてまして、はいはい、岐阜の刑務所の受刑者の方々が作ってる、うん、ジーパンとジージャンと、そして中はこちら、あ、リキシーズ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、こんな感じで。マキさんといろいろ、ちょっと思い出を語りたいなと思ったんですけど、はいはい、多分これ、20年の歴史があるんで、そうだね。20時間は余裕でかかるじゃないですか。もっとだよね。下手したら。下手したら。うん、したらなので、今日ちょっとすなちゃんカードを用意して、はい、トピックがここね、後ろに書いてあるんですよ、はい、まあ、一番分かりやすいのはところお二人のこう最近の交流についてとか、はいはいはい、こういう感じでテーマが書いてあるんで、うん、まあ、これをちょっとこう、うん、カード式に切ってマキさんに引いていただいて、はいはい、そのトピックについて話すっていう感じがいいかなと思って。確かに可愛いですね、このカード、うん、そう、早速ですけど何かあります、マキさん、その最近どうですか。最近はもうお父さんになられて、あと最近マキさん痩せません、なんか急に。やっぱ生活も変わって、はいはいはい、これまたありがたいことで、まあ、子供が朝早起きだから、うん、なるほど、ね、やっぱ自然となんかそうなってきましたね、うん、あ、じゃあもうそのそっか、うん、家で朝もそのお子さんのペースとかもあるから、食事も割と自然にこう自炊とか奥様が作ると健康的になったりとか、なんか、まあ、サラダ、うん、でもサラダをちょっと多めに、うん、先に食べてっていうのは今も続けてるんだけど、あのマキさんが、あのマキさんが、あの時一番テンションなんでキラーンとすんのやめて。いやいやいや、サラダ食ってるマキさんが見たことないもん、ね、いや、そんなこと、なんだったらだってさ、肉体改造も一緒にやったでしょ。いやでもそう、なんかささみばっか食ってる。確かにサラダね、サラダ食ってるイメージないな。いや今でも本当サラダをこのボールで山盛り食べて、そうするとやっぱいいんだよね。あ、そうなんですね、うん、まあ、健康的に。アーチはどうですか。でもレコーディングとかも夜中遅かったりとかで、うんうんうん、だからもう午前中の仕事だけです。だけでしょ。なんかね、寝れないんですよね、興奮して。昨日もレコーディングだったんですけど、うんうん、でなんかいいのできたって思うとこうなんか、うん、なんかこうワクワクしちゃって、これどうやって出そうかなとか、いつファンの皆さん聞いてもらえるのかなとか、うん、で寝れなくなって、まあ、ちょっと日本酒いっぱいだけ飲んでから寝ようかなとか。アッシーって日本酒飲むよね。今年からなんです。ちょっと大人になってますね。その辺も確かに確かに、うん、じゃあこれ引いてみますか。引いてみよう、はい、はい、じゃあ、はいはいはい、思いっきり引いちゃってくださいじゃん、お、メジャーデビュー。うわ、いきなり21年前に遡りますね、これ。すごいね。You Eyes Only。うん、僕は、うん、結構、言ったら、こう、アサヤンテオーディションで、うん、ケミストリーさんとかももう売れてて、うん、藤岡君も売れてて、ネスもバンドで売れてて、うんうんうん、ある程度行ってくんないと困るぐらいの感覚だったんですよ。うんうん、まあ、そのアサヤンテ番組もすごく視聴率がいい番組だったんで、うん、オリコン100位とかそんな許されないっていうどっかであったんですけど、うん、ヒロさん、マキさん、マッチャンスさんは、前のボーカルの笹さんを失って、うんうん、あの時分かんなかったことが分かるじゃない。うん、だから どういう4位だったね、それこそイニシャルバックってあるじゃないですか、うんうん、でその J ソウルの時に、まあ、リリースして、その日のうちに各 CD ショップからの、追加オーダーみたいな、追加受注ね、はい、あるね、追加受注3000枚をその日に超えたらやばいと、いわゆるそのオリコン50位に入れるとね、当時5桁バックっていう言葉があったんですよ。あったね。で1、10、100、1000、万で1万枚以上のバックオーダーが入るとこれ来てんなっていうのがあったんですよね。で多分5桁バック来たみたいな、確かあったと思うよ。あって5桁行ったんだっけ、ね、行ったのかもしれない。だから1万どっかのタイミングで行ったのかな。いやだからそれでどうだったの、その、いやもうだから、うん、
それこそ本当に、まあ、JSOUL の時からでもう本当に下手したらグループ自体なくなってたかもしれないってとこに、まあ、当時アツシとしゅんちゃんが現れてくれて、で我々としてはもう救世主じゃないですけど、いやいやいや本当にそのおかげさまで、まあ、本当にみんなの力が奇跡的にタイミングがあって、うん、で初 M ステ、はい、に出れると、うん、もう嬉しくて嬉しくて日焼けサロン行き過ぎちゃって真っ赤っかになっちゃって、ちょっと赤くなっちゃって当時行ってたでしょ、気合い入ってたって撮影前には必ずみんな行ってたよね、行ってたよね、なんであんな黒くしたかったのなんかでも EXILE の、まあ、オリジナルメンバーっていうかその当時の初期のちょっとカルチャー、うん、これもヒロさんに聞くとそのステージでなんか塗ったりとかせず汗だくになるし、うんうん、まあ焼いておけば、うんまあ、メイクしなくていいみたいな、ね、それもあったりして、うんうん、あとはその M ステデビューして、そうだよね、アツシがこうやって歌うときにマイクをさ、あーなんか俺癖だった当時興奮して緊張してて、うーん音楽とは関係ない、関係ないあれなのね、自分の心が出ちゃう感じだったなと思って、今全くやんないけどね、でも当時はさ、うん、ブラックミュージックのアーティストなんか、うんうん、みんななんていうか影響を受けてたよ ね、見た目とかもそうだし、いやだからブラックミュージックの影響もそうなんだけど、うん、ヒロさんとまっちゃんまきさんうっさんの影響を受けちゃうわけよ、常に一緒にいるから近かったもん、そうで、うん全然自分がダンサーじゃないのに、なんかそういう服を着たくなるわけ、うん、先輩たちが着てるから髪の毛も真似したくなるわけ、うんうん、でしゅんちゃんと一緒にねドレッドしに行ったりとか別にしなくてもいいじゃん、あったでもやっぱ影響されちゃうんですよ、近くにいるから、もう EXILE っていうかこの先輩たちの元に入ったらドレッドしなきゃいけないって思うまあ本当にでも素敵な曲と出会えた、ね、いやそれこそそのスタジオAVEX さんのスタジオでリハしてたじゃないですか、うん、よくで当時そのドラマの挿入歌っていうので、はいはい、もうさ、うん、それ自体が嬉しいことすぎてみんなに いっぱい言ってたもんだよね、うん、あとなんだっけ CD ショップに行ってEXILE の CD をなんかわざわざ前にしたりとかしてたでしょタマレコ行ってそれやってたって言ってたね、EXILE の CD 出てんじゃんとか言ってやべえやべえとか言って自分たちで言うっていう、そうだよやってましたよ、あとさ一個さ俺今思い出したのがさ、うんワゴン車みたいなので、うん、メンバーの家に一人一人送ってもらうんですよ、うん、そうなんか渋谷とかで今日用事があるとか言って、うん誰かが降りると、うん、だってうっさんがその日渋谷で用事があると降りるじゃないですか、うん、そうするとまずわけでさ、わーエグザイルさんとか言ってそれ流行ってたよね、流行ってめっちゃ流行ってた、流行ったよね、それでそれこの間久しぶりに超この間、うん、最近、うん、うさにやられたんだよ、ねうん、はいこのぐらいの人でじゃあ、うん、じゃあ次いきます、はいじゃんエグザイルの懐かしい受賞歴たくさんうん、ありがたいことにそうです、ね、ありますね、うん、マキさん的に印象に一番残ってる受賞って何ですか、うん、まあでもそれこそだから EXILE プライドの時のレコード大賞も、うんうん、ゴールドディスクもあったよね、ゴールドディスクもあったね、あれもやばかった、あと MTV アワード、わかる、ちょっとあのやっぱそれこそさっきの話じゃないけど、うん、やっぱそういう何だろうブラックミュージックとかのカルチャーに憧れてたから、うん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 、あの赤絨毯だったり、わかる、あの MTV で受賞した後コメントしてる感じとか、わかるちょっと憧れて、なんかグラミーみたいなね、そう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 、わかる、あれは嬉しかった、だからその辺の年が多分同じ年になってるとこあるよね、何個か重なってるかな、でゴールドディスクだけは、うん本当にその年一番枚数を売った、うん、その CD に与えられるから、うん、その言ったら本当に正真正銘 その一番売れたアーティストみたいな、もう リアル実数的な、そう実数で、うん、CD の売り上げのみで取れるあれだったから、だから2008年がパーフェクトイヤーで、いやこんなパーフェクト本当にありますってぐらい重なったよね、なんか2008年にだからエグザムライでしょ、うん、それからベストアルバム3枚でしょ、でドーム、ドーム初ドームでレコタイムいただいてるじゃん、あの年はすごかったよね、やっぱ本当に、うん、多分ドームから中継で紅白出てる、そうだそうだぐらいな、まあ、怒涛の年でしたけど、そうそう、なんか記憶がもうないぐらい、2008年はすごかったね、なんかもうこなすしかないみたいなね、うんうん、すごい年だった、とあっという間な1年でしたけど、うん欠かしたね、全然いやこれも嫌だったよ俺はこのパワーオブウィッシュに関しては、うん、アツシがその歌詞の
意味だったりストーリーっていうのを軸に作ったと、はいはいはい、戻ってみて気づかされることがたくさんありましたね。ちょっとマルチョンだけはちょっとまた特殊だったね。なんか楽しかったな、楽しかった ね、 ねアットホームでね。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。